皆さんごきげんよう、さおりです。今日はですね、 GU 西武新宿ペペ店さんに来ております。オープン前を貸し切らせていただいて、ちょっと今回撮影させていただけるということで、私ね GU ずっと最近来たくて、でもなかなかね来れてなかったので、今日はちょっとガチでお買い物していきたいと思います。で、最近のこう GU って私のね視聴者さんから聞いた感じ、ちょっとカジュアル寄りなのかなとか、なんか私たちみたいな大人世代には難しいのかなみたいなお声があったりしたんですけど、さっきねちらっと店舗を見てみたら、大人女子にもすごい着やすいようなきれいめなアイテムとかたくさんあって、すごい気になるのあったので、ちょっと今日は皆さんに高見えする大人の方にもおすすめのアイテムご紹介していきたいと思います。じゃあ早速ちょっと見ていきましょう。まず気になったのがこのワンピース。お袖がここにこう切り替えがあって、こういうねふわっとした形になってるんですけど、これがねめちゃくちゃ可愛いなと思って、でシルエットがストンとしていてすっきりしてるので、なんかボディーライン隠せるしめっちゃ楽そうだし、結構生地感がねなんかツイル素材っぽい感じできれいめに見える生地感なので、大人のね女性にもいいんじゃないかなと思ってめっちゃ気になってます。これでもワンピ他にもいろいろあって、ドットかわいい、みんな絶対好きじゃない、この黒とアイボリーの2色展開で、ドットが、ね、ちょっとランダムな感じなので、ちょっとこうカジュアル感もあるような感じで、夏にさらっと涼やかにね着やすいかなと思います。あ、しかもポケットある、嬉しい。そうだ、今日最後におすすめ3項でご紹介していきたいと思います。あと私がネットでね見ててずっと気になってたスカート、ティアードフレアロングスカートだって、これはもうヘビロテ間違いないかなっていう感じなんですけど、生地感がねリサイクルナイロン 100% だって、でちょっとシワ感がある生地なんですよ。見えるかな。そうだからちょっとカジュアル感もありつつ、すごい軽やかに着られるので、なんかこれからのシーズンめっちゃ良さそうだなと思って気になってます。白はベージュの裏地がちゃんとついてますね。これはもう大人きれいめ女子みんな大好きだと思うんですけど、リネンブレンドだよね。そう、リネンブレンドのすごいもうベーシックな形のきれいめスカートです。カラーめっちゃ可愛い。ブルーもある。ブルー多分ねお好きな方多いと思うので、ちょっとくすみっぽい感じのブルーでとっても可愛いです。爽やか、可愛い。丈感も長すぎないので低身長さんも着やすそう。これも好きな人めっちゃ多いと思う。シルエットがすごい綺麗で、生地がなんかちょっとねT シャツ素材っぽいこうカットソー系なんですけど、ちょっと光沢感があるので結構きれいめに着られそうで、ストレッチ性もあるので、楽ちんきれいめワンピみたいな感じで着られそうなので、どうしよう、3コーデになるかな。絞るの大変。あとはこのワンピ可愛くない?で異素材のコンビのワンピースで、ちょっとなんかアウトドア要素もあるようなシワ感のある生地と切り替えになってて、ポケット口にゴムが入っててちょっとクシュッとしてるのもまためっちゃ可愛いです。なんかこれからのシーズンさ、こうバーベキューとかイベントごともあると思うので、ちょっとカジュアルだけどきれいめな感じがしたいよっていう方とかにも良さそうかなって思いました。この辺はオフィスとかにも良さそうな、ちょっときれいめシャツ系ですね。さらっとした感じの。あとさっきのねワンピースたちに、ね、マストなの羽織だと思うんですけど、なんか羽織めちゃくちゃ種類たくさんあって、今年はやっぱトレンド的にもクロップド丈が多いみたいで、この辺とかすごい気になりました。可愛くない?ボーダーのリブのカーディガン、結構ワンピースでさフレアでボリュームあるのとかだと、クロップド丈だとバランス取りやすくてスタイルアップして見えるかなと思うので、大人女子にもおすすめです。なんかこの辺とかもなんかトレンド感っておしゃれなのに UV カット機能がついてるんだって、よくない？シンプルで着回せそうですよね。これはもう鉄板の何にでも合わせられる系のカーディガン。素材はめっちゃ肌触りいい。綿、レイヨン、ナイロンのブレンドです。で UV カット、なんか色違いとかで持っとくとめっちゃ使える系だと思います。あとこの辺がパンツゾーンなんですけど、私がヘビロテしてるのがこれ。なんか私この間ハワイに行く時になんかコーディネートでこういうストンとしたパンツ着たいなと思ってGUで買ったんですけど、もうインスタに載せたらそれどこのですかってめっちゃ聞いていただいたパンツで2290円。これめっちゃよくって、ちょっと色違い今日買おうかなと思ってるんですけど、なんかねこういう感じのすごい細いランダムな感じのリブのパンツで、なんかこの凹凸感があるからちょっとこうラインを拾いにくかったりとか、意外と生地も厚いわけじゃないんだけど、なんかねライン拾いにくくってすごい履きやすいんですよこれ。黒とか特にちょっとツヤ感があるので、なんかちゃんときれいめに見えてくれるのも嬉しくって、結構最近ペプラムトップスとか着ることも多いと思うので、そのね下に履くのにめっちゃよくておすすめです。イエローのカーゴパンツ、また今年この間ねキャンプ行ったんですけど、また夏行きたいねって言ってたのでいいかも。でもすごい涼しそうなナイロンのショートパンツなんですけど、なんかちょっとアウトドアな感じだけど、このさギャザーが可愛くない？ここがちょっとさフリルフリフリってなる感じがちょっと普段甘め系の皆さんにもいいんじゃないかなと思って、カジュアルになりすぎちゃったりすると思うので、ショートパンツ履けるかな。ちょっとサイズ大きめにしたら丈長めで履きやすいかな。なんかさ GU のさこういう系のバッグ、私タイに去年行った時に買って、なんかいっぱい荷物入るから良かったんだよね。こういう系がなんかいろんなバリエーションで出てる。これも可愛いしこれも可愛い、いっぱい入るしさ軽いからいいよねこういうの。長さを調整できるんだって。ハンドバッグにもなるし肩にもかけられるよっていう感じだ。なんかね靴もめちゃくちゃいっぱいあって、種類がこんなあったっけ自由な靴ってすごいね。でも楽なんだよね自由な靴ってさ、なんかクッション性もあって、これとかすごいなんか低反発ふかふかしてます、黒鉄板だけど白もいいね。なんかフェミニン派さんは白のスポさんとかも可愛いかもだね。可愛いの見つけた。可愛くない？私結構こういうなんかごつめの靴好きで、なんかお洋服フェミニンでも足元ちょっとこういうごつめのとか持ってくるとなんかね甘くなりすぎないから結構好きなんですよね。特に夏ちょっとカジュアル要素も入れた方がねバランス取りやすかったりするから。軽いしかも。あとはきれいめ派さんはやっぱこの辺のシンプルなポインテッドのパンプスで、これニットなんですよね。すごくない？こんな感じで編んであるニット素材なのでめっちゃ柔らかくって履きやすそうです。でしかも洗えるんだって。ワッシャブルニットフラットシューズって感じ。そしたら今ちょっとざっと一周見たんですけど、これからちょっとガチで本気でお買い物していこうと思うので、ちょっとね今からコーデ3コーデ分選んでいきたいと思います。じゃあね、1つ目のコーデはこちらのコーデにしてみました。これはねオフィスをイメージしてコーディネートしてみました。めちゃくちゃ高見えじゃないですか、ね、すごいね。実際着てみたらハンガーにかかってたより可愛くって、そしてとっても着やすくて、まずねこのブラウス、これ結構ね帽体が大きめですごいこの辺り華やかに見せてくれて、オフィスとかやっぱりこういうきれいめブラウス着る方多いと思うのでとてもおすすめで、ここのね首元がちょっとこう V に開くのでなんか詰まりすぎてなくってちゃんとすっきり見えつつも華やかに見せてくれるのでとってもおすすめです。あとお袖がこんな感じでねちょっとねしっかり二の腕も隠してくれるので安心感もありますし、それでいてすごい涼やかに着られる素材かなと思います。でこれねリサイクルポリエステル 100% 使用されていて、でもなんかねちょっとなんだろう、なんかポリエステル100のって結構つるっとしてるねやつ多いと思うんですけど、これはちょっと見えるかな、節ぽい感じがあるというか、ちょっとナチュラル素材見えするようなポリエステルだから、なんかあんまりこう河川っぽすぎないっていうか、ちょっとナチュラル感もある生地なので大人の方にとってもおすすめです。次スカートなんですけど、これめちゃくちゃ気に入りました。なんか2万円ぐらいに見える。なんかまずシルエットがすごい綺麗で、これギャザーとかタックとか何もないので、すごくねお腹周りとかすっきり見せてくれて、結構私たちの年代お腹出てきたなとか、なんかヒップ周り気になったりすると、この辺にギャザーとかが寄ってるとちょっと逆にボリュームが出過ぎちゃうなっていうのを気にしてる方も多いと思うので、これすごいすっきりしたデザインなのでおすすめかなと思います。後ろはウエストゴムになってるので伸縮性もあってとても着やすいです。丈感も長すぎず、私身長159センチでくるぶしちょうど上ぐらいかな。フラットシューズでも全然履きやすい着丈です。そして2つ目のコーデはアウトドアをイメージしてコーディネートしてみました。いかがでしょうか。じゃん。今回はね、なんかもう見た瞬間にすごい気になってたこのパンツが履きたいなと思って、このねウエストのこのギャザーが可愛くて他でなかなか見ないデザインかなと思って、これちょっと履きたかったので、これをこうポイントにコーディネートしてみました。でまずこのメッシュのタップス、今年さこういうメッシュ系も流行ってて、 GU にも他にもねいろんなメッシュ系のアイテムがありました。で中でも結構こうサイズ感もコンパクトめで、大人女子にもきれいめに着られるようなこうメッシュアイテムかなと思って、ちょっとこれ選んでみました。今はこうやって前閉めて着てるんですけど、前開けてなんかねお持ちのワンピースとかに羽織るのでもいいと思うし、そういろいろ着られそうかなと思って、なんか長袖だから肌は隠しつつでもメッシュだから涼しく着られるので結構ね夏まで着やすいんじゃないかなと思います。メッシュのこういうねアイテムだとちょっとカジュアル感も出てくると思うので、こういうねパンツとも相性がよく着られるかなと思います。でこのパンツはやっぱねめっちゃ可愛くって、このちょっとカジュアル感と、あとこの生地の軽さすごい楽ちんなので、なんかアウトドアとか旅行行く時とかいいんじゃないかなと思います。あとお子様とねなんかお出かけする時とかで、あとこのスポさんも結構ね底は厚いんだけど履いてみるとめっちゃ軽くて、一日以上履いてもこれ疲れないと思うので反発でめっちゃ楽ちんです。靴と合わせてバッグもブラックにしました。ちょっと今回ミニサイズのこういうシャーリング素材のバッグで合わせてみました。そして最後ですね、3コーデ目はこちらのきれいめコーデにしてみました。このワンピすごいきれいラインがめちゃくちゃきれいでびっくりしました。生地はさっき言ってたようにストレッチ素材ですごい着やすい感じなんですけど、もうこのラインがなんかねこのウエストのくびれの感じだったりとか、そういうラインすっごいきれいに見せてくれて、めっちゃ大人女子にも嬉しいんじゃないかなっていうシルエットです。お袖がねこういう感じでひらっとしていて、二の腕周りカバーしてくれるんですけど、ここの切り替えの位置もすごいいいなと思って、ここが狭いんですよね。狭めじゃない？なので肩幅がちっちゃく見えるというか、ちょっと華奢見せしてくれるようなここのラインになってるなと思って、これが多分外にね、出てるとちょっと肩大きく見えちゃったりすると思うんですけど、すごい幅を細く見せてくれるようなこの目の錯覚の効果もあるなと思って、かなりこう着痩せして見せてくれるなと思います。この私が今着ているカラーが、ちょっとね薄めのカラーなので、私今日ね黒いキャミンを着てきたので、少しだけ透け感はあるかなっていう感じで、でもねこの薄い色にしては全然透けにくいかなっていう感じです。気になる方は多分ねインナーの色ちょっと気をつけてあげたりとか、インナーワンピとか入れてあげるといいかなと思います。で今回ちょっとコーデはこのねきれいめミニバッグとこちらのサンダルで合わせてみました。きれいめ派の方の鉄板だと思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで GU さんね全部見せていただいて、おすすめ3コーデご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。気になるの見つかりましたか。なんかやっぱり私たちアラサー世代もすごいね可愛く着られるアイテムたくさんあったと思うので、ぜひねチェックしてみてください。こちらの西武新宿ペペ店さんは超大型店舗でいろんなねアイテム取り揃えているので、ぜひチェックしてみてください。今日私がね購入したアイテムもまた他のなんかルックブックとか動画とかでも登場すると思うので、ぜひ注目していただけたらと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。